タッツーです。バイオハザードアーリー4、続きをやっていきましょう。コンドル1、ルイス・セラについて少し分かったわ。彼は元研究員よ、アンブレラのね。アンブレラ、足くらい折っておけばよかったな。詳しくは資料を送るわ。ともかく今はターゲットを優先して。ああ、分かった。これから教会へ向かう。それじゃあ後で。うん、今度は教会に向かっていきましょう。なんだ、チャプター3スタート。ああ、ワンさん、犬さんが、これは助けることができるんで助けましょうね。まるなよ。うん、というわけで犬さんを助けて、狼さんを助けて、で前回手に入れた紋章の鍵、それをここに使って先へ進んでいきましょう。こんにちは。でそういえば弾が少ないんだよな。ハンドガン、ハンドガンしかないわ。ハンドガンと、ここは弾があることを祈る。なんかないですか？なんもなくない？いや、ある。わーい。通貨かい。まあ、しょうがないね。パニッシャーで、なんとか乗り切っていきましょうね。うわ、おっさんおるわ。今そこいたよね。今そこにおじさんが見えたんだけど、この先にいっぱいおじさんがおるということでしょうか。こんにちは、元気ですか。いないぞ。あ、これ昼間んとこか。昼間来たとこか。そうだそうだ、昼間ここでね戦いましたよね。みんなそこに入っていった。でそこに紋章の鍵使えんのか。で牛さんが死んどる。昼間はね牛さん死んでなかったんですよね。で確かこの中でこっから出てきたおっさんにダメージ受けたんですよね。うお、おっさん、嘘だろ。まず、おっさん、ふざけんなよ。嫌な思い出。で、ここに小さな鍵を使える。すると、これは、古風な羅針盤。これは換金アイテムでしょうね。古風な羅針盤。換金アイテム。ではこれは武器商人のおじさんに売っていきましょう。うわ、トラバサミあんじゃん。トラバサミ昼間はなかったか。うわ、なんだ何。ああ、そこに入りたかった。畜生なんだ。ああ、誰だよお前。ワンさんです。ワンさんがやってきた。うわ、いっぱいいる。どうしよう。ああ、トラバサミどうしよう。手榴弾しかないんだよね今。これどう、どうすか、どう、行った。いや行ってないわ。どうしよう。あ、ここに行ける。うん、降りて。うわー、ちょっと怖い人来たな。新しい敵で破片手榴弾ゲット。ショットガンの弾があればまだ立ち回れるんですけど、ライフル弾ゲットと破片手榴弾が2つある。うん、いやーでもなー、今の場所はまた通ることになるんで、できれば倒しておきたいっすね。ワンさん、まずいる。どうしよう、後ろから。はい、 OK。 キッチンナイフゲット。あとは
いる。で、ここか、ここか。まあでも倒したい。なぜなら倒すことでアイテムがもらえるかもしれないから。お金か。他にも声がするんだよな。他にも声がするんですよね。いるのか。あ、いるわ。で、また後ろからザックリンコ。 OK。 うわぁ、ワンさんが出てきたか。で、罠。この罠も昼間はなかったよね。で、こっから出ると出らんないや。開かないか。あ、ほんと。で、この先に行けばいいんですけど、ちょっとね、ワンコ怖いんで、やっていこうか。まあ、ただ、弾がなぁ。まあいいや。で、幸いなことにこれまであまりダメージを受けてないので、回復アイテムは腐るほどあるんですよ。つうわけで、まあもう、ダメージ覚悟でやっていきましょうね。あそこいるわ。そこにいる。あれ、逃げた？逃げましたね。スナイパーで行こうか。うん、オッケー。あとは？もう、いや、声がすんな。いるいる。3番。まだ声がする。まだ声がするんですよね。いる。よし。うん。これで。これで全員か。いや、違うわ。なんか、人間様の声がするぞ。人間様の声が。おばあちゃんじゃない。罠の音もする。あ、いるいる。そこにいいんだよな。これ裏から回ってこれないですかね。あ、で、あ、カラスが死んでる。かわいそう。で、カラスもお金くれるんだ。そっか。この後ろから、あ、見える見える。後ろから行きましょうか。見えるんで。うん、オッケー。行ったね。多分行った。うん、オッケー。キッチンナイフゲット。で、また罠がある。解除。オッケー。うん。これで本格的に制圧かな？そんでは制圧したっぽいんで、先に行きましょうか。で、ここ外から開ければいいか。これ開けて、そうすると、うん。さっきのとこに出る。そこに出る。よし。では、ここで、鍵使いまして、こんにちは。うわぁ。あ、蛇じゃない、蛇。蛇だ。この野郎。はい。いった？鎖蛇。鎖蛇、ゲット。またダメージ受けたなぁ。動物からの被ダメージが多いぞ。今回は動物さんからの被ダメージが多いぞ。ヘビといい。うわぁ。と、昼間はね、みんなここに来てたんですよね。で、またこれ。まあ、ここが宗教儀式を行う祭壇的なとこなんでしょうね。でかくないですか？これは？イルミナトス経典4章9節。
うん。でかくない？これ。うん。ノーリアクション。ようノーリアクションで入れるな、あんなものを見て。で、ここは？ありがたいショットシェル。ショットシェルはありがたいよ。で、これは救急スプレーか。いや、なんやかんやで回復アイテムはね、ほぼ使ってないんですよね。卵食べようか。パックンチョ。あんたが好きそうなのが入ったぜ。びっくりさせんなよ。あんたが。んと？玉不足の救世主。ボルトスロア。撃ったボルト、専用の矢は回収して再利用ができる。へえ、それはいいね。で、もう一つ耳寄りの情報。カッコセンサー爆弾。ボルト用マイン、カッコセンサー爆弾をボルトに装着すれば、新兵器、マインスロアに早変わり。マインスロアか、これはいいね。バイオ3にあった、マインスロアね。これはいいね。うん。そんではそのボルトというものを買ってみようか。さあ、お仕事だ。ウェルカム。ほら、新しい品を覗いてけよ、うん。まずはね、売れるものを売っていきましょう。サンキュー。で、購入。ボルトスロア、スペシャルオファー。期間限定セール中 20% オフ。いいね。で、TMP。これはサブマシンガン。サブマシンガンか。これ旧バイオ4ですごく役に立った記憶があるんですよね。ちょっと注目しておこう。で、レシピ、先行手榴弾。クラフトで先行手榴弾を作成できる。これはいいね。で、ボルト。うん。ほんならね、まず、このスペシャルオファー。これ買いましょう。ケースがいっぱいです。またこのパターン。またこのパターンか。アイテムの購入キャンセル。回復アイテムがね、回復アイテムを全く使ってないんで。これなんか倉庫的なもんないんだっけ？あ、いけるね。この、ここに預けられんのか。オッケーオッケー。いいね。ん？アイテムを捨てますか？いいえ。ハーブはいけないのね。ハーブは預けらんないのね。そうなんだ。預けられるものと預けらんないものがある。なるほど。これは厄介。じゃあもう卵とか捨てるしかないか。とりあえずスペース空けたんでボトルスロア買いましょう。値段にガッツ入れといたぜ。買うには度胸がいるかもな。ありがとう。このスペシャルオファー品買って、で、先行手榴弾のレシピも買っとこうかな。うん。情報は力だぜ。よく覚えときな。そうだね。それはそう思うよ。また来いよ。というわけで、ボトルスロア買ったんで、使っていきましょう。これは？鎖蛇を3匹集めてくれ。すでに1匹いるんで、1匹売っていきましょうね。要件は何だ？で、あと2匹。やるやつだと思ってたぜ。手間して死ぬなよ。あと2匹ヘビさんを撃っていく。なんか声すんだよな。声するよね。いるのかな。座ってセーブ入りました。あ、で、これが教会ね。教会、あれだな。で、声がするんだよな。どこだ？あ、そこだ。いるわ。独り言おじさん。うん、後ろからさようなら。で、ルビーゲット。で、これ。これ確かね、なんか破壊すると、
うん、そう、この2つを破壊するとまたあの武器商人の方から何かもらえるんで、一応破壊しておきます。で、そこに小屋がある。すんごい声するんだけど、いるのかな。いるっぽいな。こんにちは。あ、いるわ、いるいる。すんげー近かった。ボルト行きましょうか。ボルトスロア、これがボルトスロアで、蹴る。うん。で、なんか回収できるって言ってたよね。あ、いいね、回収ができる。で、ここには玉があって、うん、まあ、こんなもんか。他におじさんないし、おばさんはいないっすかね。こんにちはと。これは絶対に入れない。ダメか。 HQ、 やはり境界は封鎖されてる。ターゲットは？まだ確認できてない。だが、ここの戸締まりはやけに厳重だ。なるほど、彼らがそこまでして守るものは一つね。ああ、彼女は教会の中だ、間違いない。侵入方法を探す。うん、ここでしょう。これはところどころ欠けているんだけど、鍵は湖の向こうで、対岸の洞窟。なるほど。湖か。サプライズはいらないぞ。んで、セーブして、この下に行けそうです。うん、この下に行けそうなんだけど、その前にこの奥はと。いや、なんか声すんな。素材 L で、うん、これは監禁アイテムでしょうかね。そうだね、監禁アイテム。後でおじさんに売っていきましょう。で、この扉は開くんですかね。これは開かないね。これは開かないので、今のところ下から、ここから行くしかない感じか。なんかある。なんでしょう。あ、これがアシュリーさんですよね。時至るまで教会に幽閉せよ。うん、これがアシュリーさん。早く会いたいね。早く会いたいです、切に。さあさ、誰もいないね。湖で、声がすんだよな。ちょ、慎重に行きましょうね。いそうなんで。いるわ、そこにいる。ファイヤーおじさん。あいつ火を投げてくるつもりかな。で、今下にギミックがあるのも見える。うわ、ライティングが美しい。で、そっちからも来ている。あれはナタおじさん。で、下にも。ギミックあるんで、それを使うっていうのも手ですよね。うん、そうだね、来ていただいてこれを使うというのもありなんだけど。うわ、もったいない。なるべく離れたとこから行きたいよね。うん、ヘッドショット。で、今ね、上にまだ火を持ってる人がいるのが見える。この下は
うん、下には特に誰もいないか。で、アイテム回収して、で、この中ガンパウダーで、これをなんだなんだ、まずい、びっくりした、まだいたとは。そう、これを開けるともしかするとヘビがいるかもしれないんで、いるいる、うん、オッケー、ヘビゲット。ショットシェルをまた作っておこうか。あー、でも閃光手榴弾も欲しい、閃光手榴弾も欲しいんだけど、ショットシェルも欲しい。まずはショットシェルにしておこう。で、この先はね、閃光手榴弾が本当役に立つんで、積極的に作っておきたいんですよね。まずい。その奥にいるっぽいな。今投げてやがったよね。どこだ？あ、下にもいるわ。下からも来ている。うわ、お母さん元気。燃えてくんないですかね。燃えてんじゃない？燃えるお母さん。はい、燃えるお母さん、燃えるお母さんと、そこに燃えるお兄さん。で、特にアイテムとかはないかな。いや、あるね。素材 S ゲット。うん、いい感じに敵を減らせているんだけど。つか、もう終わりか。いや、今奥から来てんのが見えた。ですよね、いたいた。で、ひっくり返って、うん、オッケー。二人行ったけど、二人行ったように見えて、そこか。うん、まあ、で、起きそう。はい、オッケー、オッケー、クリア。いやー、これはボルト使う機会ないぞ。これはね、ボルトを使う機会はなさそうですよ。ここに罠、罠があるけど、敵が来るかもしれないので、ひとまず置いておこう。ガンパウダーゲット。ということは、これで閃光弾作れる。うん、もう一丁いこう。うん、閃光弾2つ目。で、これは解除と。はい。だいぶ緊張感が増してきましたね。難しくなってきたぞ。でも、楽しい。こう操作に慣れてきたところで、どんどん難易度が上がっていくっていうのは楽しい。こんなでかいの誰が使うんだ。これは潜水の巨人じゃないですかね。うん。で、これは、メダリオンを破壊してくれ。あ、ほんと。メダリオンがまたあんのか。ちょ、覚えてたらやりましょう。これはカラス。うん。で、なんかね、カラスを倒すことでもアイテムがもらえたんだけど、ちょっとひとまず、それはやめておこうね。わ。待って待って、犬がいる、犬がいる。ワンさんがおるわ、ワンさんがおる。まずいまずい。キリがない。見てる場合ではなかったな、今。もう一体いたよね。どうだ、今ので、今ので、
今のでおしまいかな。なんかこの裏から声がするんだけど、うん、ひとまず無視。で、ここに何やら祭壇。これは以前もあったね。この鍵ではダメか。で、ここに、これは素材か？素材ゲット。あ、青い炎が焚かれてるということは、武器商人のおじさんがいますかね？武器商人のおじさんがいるんですかね？うん。あれ、いなくない？これは？六角形のピース、六角形のピースをゲットで、エレベーターがある。これは射的場。海賊を倒して高得点を目指せ。武器や弾は使い放題。なるほど。ミニゲームね。わーい。やろうやろう。的をまとめてぶち抜きたいならライフルの出番だ。連射が効かねえってのがたまに傷だがな。うん、じゃあまあこれをやりましょう。はい。リロードすると、うん、なるほど。銀のトークンゲット。まさかここまでやるとはな。まあ、というわけでこういう遊びができるみたいです。ほんで、でなんかこれを入れるとガチャができる。さあ何が出るかな。何でしょう。邪教と。ショットガンの弾クラフトボーナス発生率 20% アップ。あ、なるほど。アタッシュケースにつけれるアイテム、チャームか。なるほどね。そんじゃもう一回やろう。ちょっとね、いいチャーム欲しいんでもう一回やりましょう。しばらく練習しまして、全部 S ランクにしておきました。で、動画も撮ったんだけど、射的場はここ以外にもあるみたいなんで、全部終わったら一つの動画にまとめようと思います。というわけで今回は1の A だけどうぞ。
というわけで、そんではね、ガチャ回しましょうか。わーい。で、金のトークン、銀のトークンとあるんだけど、銀に比べて金の方がレアな景品が出やすいそうです。というわけで金3ついきましょう。ワクワク。おっさんかよ。村人かよ。村人でした。だが私はめげない。さあどやー。ワクワク。おっさんかよ。邪教とかよ。またおっさん。おっさんかよ。戦闘員、北斗の剣。今のところおっさんしか出てないんだけど、何なのこのガチャ。おっさんかよ。何、おっさんガチャ。ダブリ、ダブリおじさん。全部おじさんでした。全部おじさん。こら、どうなっとるんや。武器商人。くそ。まあ一応つけていきましょうか。はい。というわけで、おっさんのチャームが3つつきました。わーい。嬉しい。さすがだ。パーティーにぴったりの品揃えだ。ロケットランチャー？いいね。ロケットランチャー売ってるんですか？さすがだな。あ、そうそう。信用に足る腕前ってやつだ。墓嵐。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。あと、鎖蛇。もう一匹。あんたはやるやつだと思ってたぜ。あと一匹ね。で、これも売って。サンキュー。ショットガンの装填速度。これを上げます。実戦で試してみな。あんたならすぐ違いが分かる。また来いよ。OK。さて、先に行こうか。あれ、サラザール人形の音がすんな。どこだ？でね、サラザール人形は全部壊すと無限コンバットナイフが手に入るそうです。あんれ？どこや？どこにおるんや？外かな？外側かな？この辺から音がするんだけど。この上か。あ、いるいる。そこにいるね。はい、OK。サラザール人形。赤い糸。湖。あれ、行けなくない？あれ、ということはここではないのか。こっち？こちら？つうか、こっから来たんだっけ？いや、違うよね。こんにちは。あ、お城が見える。古城が見えます。で、ここで、双眼鏡。これは？ピクニック。おっさんのデート。おっさんのデートでしょうか？これはレオンと一緒にやってきた警官ね。最初に漁師小屋で殺されてしまった人。うわぁ。でっけえお魚さん。この湖にはでっけえお魚さんがいる。よいしょ。この湖にはとんでもないやつがいそう。あとお魚さんがいる。いっぱい泳いでいる。お魚さんいっぱい。で、こんなとこに船がある。これに乗っていくのか。鍵がない。おい、
燃料くらい入れとけよ。燃料がないのか。で、今そこにメタリオンがあった。うん、メタリオンを破壊。あ、これ1個持ってんね。六角形のピース使う。あと2つ必要。あと2つ見つけたら入れていきましょう。で、4位しようと通過で、これはイエローハーブ。そういや、イエローハーブ一回も使ってないな。調合しましょうね。調合しよう。これは？うん。ボートの燃料は加工所にあるから取りに来いと。了解です。ほんでは、ボートの燃料を取りに加工所というところに行くみたいです。セーブ入りました。うわ、声が済んだよな。電話どうしようかな。とりあえず降りましょうか。降りてみて。あー、ちょっと敵は？敵はいないね。オッケー、敵はいなくて。あ、で、牛太郎来てんぞ。牛太郎もしくは牛仮面もしくは牛魔王。牛太郎ないし牛魔王ないし牛仮面ですよ。どうしよう。バレた？バレました？いや、バレてないね。帰っていく。つうかあいつあんな可愛い髪型してんの。ポニーテール、お下げで、おばちゃん来てる。おばちゃんが来ていて、おばちゃんは後ろから行けるんじゃないですか。行けますかね。行ける、行けたね。おばちゃんオッケーで、牛太郎と戦うときはなるべく高いところがいいんだよな。ここがいいか。前回と同じようにね、上ではめたい。で、そこにポニーちゃん、破片手榴弾とショットガン弾薬。あ、で、ここにメダリオン。で、こっから見えるか。うわ、待って、バレてます、バレてます。あ、めっちゃ見てる、見てるよね。あ、見てる。はいはい、さようなら。どうすか。うわ、ちょ、牛太郎にもバレた。いや、登りましょう。で、この上には多分敵はいないと思うんだ。あ、来たよ。はい、こういう戦い方、こういう戦い方です。おばちゃんはいいよ。で、普通のおばちゃんはハンドガン。あ、おばちゃんのパンチラありがたい。おばあちゃんのパンチラありがたい。神様ありがとう。だません。はい、うん、いいね。ヘッドショット、できればあなたにショットガンは使いたくなかったけど、まあいいや、致し方ない。どうだ。あ、おっさんも来たわ。スナイパーで行きましょうか。うん、牛太郎以外はスナイパーで行きましょうか。まずい。どうだ。どうだ、行った？なんかすごいポーズ。
イエーイってポーズ。とっても楽しそうなポーズ。まあ OK、 何をともあれなんとかなった。何はともあれなんとかなった。んでアイテム回収してクラフトしましょうか。ショットシェルを作っておいてリロード。んで他に敵はと、あで鎖蛇が見える。鎖蛇全然当たんない。あ、行ったね。おっさんの声するわ。どこだ？あ、いるいる。ここにいるね。うん、よし。オッケー。あとは？他には見えないね。今のところ、あ、いるいる。正面にいる。バレましたね。で、ここにメダリオンと。メダリオン行って、破片手榴弾で、このおっさん、はい、メレッテ。あ、生きてる。うん、いったね。まずい。もう一回で、メレー。よし、生き返ろうとしている。うん、オッケー、いったね。あーで、右から罠か。これくぐりましょうか。罠はくぐってしまえばこっちの武器として使える。うん、あいつこれに当たってくんないですかね。できれば2人まとめていってほしい。まとめていってほしい。みんなで、みんなで。オッケーオッケー、いいよ。みんなでまとめていってくれた。あーで、来てんな。うん、ヘッドショット。全員ですかね。今ので全員。うん、オッケー。落ち着いて探索しよう。あで、そこに、そこに罠。罠破壊して、上にはいないね。よいしょ。で、ここにギミック。で、多分ね、ここ。ここ行くと、イベントが進むんで、その前にいろいろアイテム取っときましょうか。小さな鍵。ショットシェル。小さな鍵と、ショットシェル。んで、上はと。うん、あー声すんな。声がする。どこかにいるか。あ、で罠がある。これはね、置いとこう。向こうから、向こうから来た敵を牽制するために置いとこう。あ、いるわ、そこにいる。うん、OK。 あーで、来てる。うん、オッケー。このスカートの中が見えないことに理由はあるんですかね。ちゃんとね、 CG を作ってもいいと思うんだよな。それはおばあちゃんだからとかそういうことではなくて、なんかその方がリアリティあると思うんだよな。あぶね。オッケー。まずい、これはまずい。登ってくるか。登ってきたらショットガンでいきましょうか。オッケー。まだ生きている。どうだ。うん、オッケー。で、まだ何名かいたっぽいんだよな。つかいるわ、そこにいる。オッケー。あとはこんなもんすかね。オッケーかも。
では罠を解除して。では入ろうか。はい。こんにちは。卵。白。白卵。待って、これか。燃料。燃料ゲット。こいつは使えそうだ。で、帰り道はね、また敵がいるかもしれないので、要警戒。今んとこ見えない。上から帰ろうか。あれ、普通に帰れそう。うん。あ、オッケーオッケー。敵いないね。で、どっかにメダリオンないっすかね。ん？青いメダリオン。あ、なるほど。これでわかんのか。なるほどね。メダリオンは、あ、あったあった。あと一つ。メダリオンは地図に出るのね。で、なんかお宝もあるわ。なんかな、この辺にお宝あるって出てるんだけど。あ、これか。うん。なるほど。これは何でしょう。アンティークパイプ。アンティークパイプをゲット。換金アイテムね。後でおじさんに売っていきましょう。というわけで、この場所はもう OK。で、あと他にメダリオン取ってないとこがあったら、取っていこう。いやー、今更だけど、メダリオンは地図に出るんですね。では、ボートに乗りましょうか。で、そうすると、おそらくさっきのでっかい生き物とバトルになりますね。ポンコツよ。いや、ポンコツですよ。出たよ。はい、始まりました。バーサス三勝負を。森を構えて森を投げる。行えるアクションは、この森を投げることと左右に避けるということだけですね。なので、うわ、ちょっと、でかくないですか？今のってダメージを受けたんですかね？で、この、流木とかに当たってもダメなんですよね。なので、まあ、うまくこう左右にかわしつつ、あれ、どこ行ったんですか？帰宅？帰った？どこ？入れる、います。いや、大きいは大きい。ロマンがある。こんな大きなね、生き物が、回ってくるんでしょうね。あ、来た来た、来ました。うわ、近いよ、近い。オオサンショウウオね。どこだ？あー、ちょっとこの流木が危ない。流木が危ないです。これ効いてるんすかね？効いてるんすかね？
で、このでっかいお魚さんといえば、まあ、バイオのでっかいお魚さんといえば、なんか、まあ、バイオシリーズといえば、なんかね、この水の中ででっけえ生き物と戦うってのが割と恒例になってるんだけど、例えばバイオハザードビレッジではモローっていうね、似たようなこのでっかいお魚さんみたいのがいましたね。あ、まずい、船まずい。水中にいるときは当たらんか、さすがに。あれ、またいなくなった。いる。この見失う瞬間が怖いな、とても怖い。というのもね、水中の中にいる敵にはもう太刀打ちできないですよね。どこにいた、どこっすか。いたこの水中にいる敵にはもう太刀打ちできないじゃないですか。どうしようもないですからね。うわー、かわいい足をしてた。さすがにしぶといな。陸で戦えばレオンに分があるとは思うんだけど、水中ではね、できることが限られているので、自由を失っている状態で戦うっていうのは、やっぱりあのできるアクションが少ないっていうのはね、やっぱ恐怖を煽りますよね。どうだ、結構削れてるんではないか。はい、いいね。 OKOK。 どうだ、森が全く当たらんとですよ。あ、いいぞ、やったっぽい。いや、でもちょっとかわいそう。多分何の罪もない生き物ですもんね。うん、ここでチャプターエンド。リザルト見ていきましょう。こういう感じで、区間タイムがすごいことになってますけど、これは射撃場です。射撃場で主に使った時間ね。はい、では今回はこの辺で休憩をして、続きはまた次回やっていきましょう。そろそろグラハムさんに、アシュリーさんに会えるんじゃないですかね。というわけで、また次回の映像でお会いいたしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。ではバイビー。